新型コロナウイルスのパンデミックが始まって2年半以上最近は現状を収束と呼べるかが議論になるなど深刻さは薄れ多くの場合コロナ前の生活を取り戻しつつあります一方で今年はサル痘、ポリオといった感染症のニュースが続発サル痘は100以上の国と地域で感染者が確認されています ワクチンや治療法の確立もあり、少し前まではあまり身近な脅威ではなかった感染症ですが、専門家の中からは、気候変動などにより感染症の地域的、そして世界的な流行が増加するとの懸念の声も出ています。今後も感染症の脅威は続くのでしょうか。ペンシルベニア大学の免疫学科チェアマンで、医師の神林拓准教授に、 新型コロナを含めた感染症の今後や免疫力を高めて感染症から身を守るために大切なことを教えてもらいます最近、新型コロナに加えましてサル痘とかポリオとかいろいろかなりニュースに出てきて中には緊急事態宣言が発令されるような事態になっていることもあるんですけれども。 こういったこの流行が次から次へと発生しているこれはなぜなんでしょうか。あの多分普段からこういうのはまあ、発生してまして、あのパンデミックが起こったことによってやっぱりその認識度が高まったということであの取り上げられることが多いと思うんですよ。今までも多分あの例えばポリオまあこれポリオと言ってもえニューヨークで一、えー、人だけあの。 優勝者で感染者が出たということで、まあ、緊急事態宣言が出されたんですけど、あの、まあ、多分昔だったら、まあ、それがニュースに出たとしても、特に着目されないと思うんですよ、今までだと。で、それがやっぱりそのパンデミックが起こったことによって、皆さんの その着目度合いが違うというか、ですねその注目度が違うということで、多分取り上げられて、まあ、サル痘も同じような、感じ、まあ、サル痘は少し、まああのまあ、HIV の、まあ、感染をちょっとえあの思わせるようなその感染経路というか,ですかね、ね、まあ、そういういのもあって中にはこう気候変動。 ななどが原因となって、まあ、今後こういった感染症がどんどん増えるのではないか頻繁になってくるのではないかというふうに言う人もいるんですけれども私たちはどのくらいいい心配しした方がいいんでしょうかもちろんいろいろ変化がありますと、えー、新しいものが出てくる可能性も出てきますし、まあ、例えばその気候の変化だと、まあ、動物の行き来が違ったりです、ね、生息の 地帯が違ったりそうすると、普段例えば巡り合わせない動物たちが巡り合ったりですね、やっぱりそのパンデミックとかそういう毒性の強いものっていうのはあのよくある話なんですけど、動物由来っていうのが多いんですね。でそれは、やっぱりその,その元と来た動物にはちゃんと適してるんですけど、これがたまたま人にも感染するような、えー、そういう変異が起こったりですね。 そうすると、今度は人に慣れるまで時間がかかる。人の中で、こう、だんだん、その順応していくんですけど。そこまで時間がかかって、最初の方が毒性が出たり、強く出たりするんで、気候とかの、まあ、変動でですね。まあ、そういう普段巡り合えないものが、巡り合ったり、まあ、いろいろ変わっていくのかなっていうふうには思います。そうすると、新たな感染症などの心配はあり得ると。そうですね。まあ、それはでも、いつでもそうなので。うん、まあ、今、今、その、何かが変わるっていうことではなく、やっぱり疫病というのは、もう、常に。 ね、つきまとっているもので、まあ、それが本当にこの今回のです、ね、コロナウイルスみたいな大きなパンデミックを起こすのかそれとも本当に最初ちらっと出てそこでうまく抑えられるのかという、まあ、そこら辺の違いいでではないでしょうかね例えばエボラウイルスなどは致死率は高いものの症状が分かりやすく隔離などの感染対策がすぐできるのに対し 新型コロナのように無症状が多いウイルスの拡散を抑えるのは非常に難しく広がるのは必然とのこと今後もゼロコロナになることはないだろうといいます今後もワクチンを打ち続けなければいけない定期的に打たなければいけないという状況ですかやっぱりウウイイルルススののの進化といいますかねうは自然選択の上で、まあ、宿主を 殺してはやっぱり進化できないので、あのできるだけその宿主に気づかれないように、えーまあ、隠れて、そして他の人に感染して自分を増やしていくという、まあ、こういう自然選択が行われるわけなんですけど、その広げるのにあたって患者さんが自分が感染してるってことを分かってない状態の方が感染させやすいので、それがまあドミナントになってくるというか、主な形にな,になってくるので、これもどん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 その、えー、病気を起こすという意味では、 えー、低くなっていく。やっぱ重症化率が低くなっていく、死亡致死率が低くなっていくとか。で、今後もその形でこうどんどん進化していくっていうのがあまあ、当たり前というふうに思われています。そうするとワクチンの必要性がなくなってくる可能性もあると。そこはですね、まああの賛否両論だと思います。 もしあの私の患者さんにですね、あの高齢者の方、そして基礎疾患のある方とかが来、えー、ましたら、あのワクチンをお勧めします。しかし、これが、えー、若い方とかね、あの本当に重症化リスクが低い方にまあ、率直な、えー、質問をされますと、きままあ,あのされますとこれがもし感染を防げるようなあのワクチンだと、あの要はその高齢者。 とかの方に感染をしないので、まあ、要は集団免疫というものなんですけど、そういう意味ではプラスになるんですけど、まあ、少なくとも今の、えー、コロナウイルスの,です、ね、あのワクチンは感染は防がないけど、重症化を防ぐということなので、重症化しない人に打ってもあまり意味がないというふうになるので、まあ、これもまたあの多分意見分かれると思うんですけど、まあ、まあ私の意見としてはあの、やっぱり重症化する人たちが優先的に打つのであって、ほ、まあ、他の人は、まあ、自分の。 ね、置かれている立場でまあ考えてあの判断した方がいいんじゃないでしょうか意見が大きく分かれた新型コロナワクチン接種の是非今やワクチンという言葉そのものが複雑な響きを持ってしまった印象ですが入児期から受け始める予防接種は多くの人にとって常に身近な存在ですではこのような入幼時期に受けるワクチンは 大大人ににななってかからのののの感染症予防もも効果的でででしょううすすすごく大事ですねねワクチンというのはです、ね、あのコロナウイルスに関してはちょっと分かりません、それはもうデータも不足しますし、コロナウイルスのワクチンが今後、どのように、えー、その大人になってから、その子どもたちが大人になってからどう影響を、ね、及ぼすかというのは、ちょっとまだ、ね、未知のところではありますけど、まあ他の,あのワクチンですね、例えばポリオのワクチンとか、B 型肝炎のワクチンとかですね。 あ,のあと、破傷風とか、ハシカとか、水疱瘡とか、いろんな、えー、感染症の,、ね、あのワクチンを子どもの時に受けるんですけど、それらはほとんどの場合、一緒、えー、プロテクションが得られると。あのまあ、中にはあの、大人になってから10年に1回とかですね、えー、ブースターをかけなきゃいけないものがあります。破、ま、傷、あ、風とかです、100日時とか、まあ、そこら辺の。 感染症に関してはちょっとブースターをしないと免疫力が下がってしまうというのがあるんですけど他の例えばポリオのワクチンだと、えー、まあ幼少期の時に4回打つんですけど、あのー、これは一生続くとと持続すするというふうふにされています自分の体内の免疫力を高めるために私たちが普段の生活の中でできることはありますかそうやっぱり一番はバランスの良い生活を送ることだと思います。 あのまあ、食生活においてもそうですし、睡眠でも、やっぱりこの、まあ、皆さんにねこ、この食べ物がいいとか、納豆がいいとか、ね、いろいろ分あの,多分あのお話聞くと思うんですけど、まあ、もちろん、まあそれ、それぞれのね、あのその細胞の中にある成分とかが、まあ、良かったり悪かったりすると思うんですけど、なんでも過剰にね、摂取するのはよくないですよね。なので、やっぱりバランスよくいろんなものを食べて、えーまあ、睡眠ももちろん大切,大切ですし、まあ多分でも一番免疫力を下げる。 とということですととスストレスだとでもこれはもう立証されてましてやっぱりストレスにかかると、まあ、どんな睡眠不足であ,りますであってもそうですし、まあまあ、どんなことでもですねあのストレスというのはそのホルモンそれをバランスするためのホルモンが出てきますでそのホルモンがですね直接免疫細胞を抑制するということはもう重々分かっていますので、まあ、なんかそういうストレスホルモンをあまり上げすぎないというのはものすごく大切なことです でやっぱりその食物生活においてもだって、まあ、肥満の方、やっぱり,そ,のやっぱりそれって炎症、慢性の炎症を起こしますので、2型糖尿病とかですね、まあ、ちょっと感染症とはちょっと外れてくるんですけど、やっぱりでも、そういう病気になってきますと、あの感染症になりやすいとかです、ね、免疫力が低くなったり、暴走したり、いろいろ問題が出てきますので、あのやっぱりその太りすぎず、痩せすぎずっていうところを、ちゃんといいところを、まあ、つ,くつくのが一番いいと、まあ。当たり前のことかもしれませんけど。 ストレスフルな生活をしててもなかなか自分で気づけなかったりとかする時もあるじゃないですかそういう時にこういうところに気をつけた方がいいよまたはこういうサインを自分の中で探してみましょうというものはありますかやっぱり疲れ疲れですかねやっぱり疲れとかですねそういうので分かると思いますやっぱり睡眠を欲してる体が睡眠を欲してる場合はちゃんとそれに応えてあげるとかですね あ,のまあ、あともちろんその症状として、ね、出てきたりしますよね、その例えば吹きえ物が出たりとか、ですねあの、ままあ、もしあの過去に水疱瘡をかかったか、ね、人は、帯状疱疹が出たりとかですね、水疱瘡っていうのは、もう一生体が取り除けないウイルスなんですよ、たくさんあるんですよね、そういうウイルスって、実際、皆さんね、そのコロナウイルスがなんか除去できないとか言ってますけど、この僕たちの体の中ってウイルスだらけなんですよ、実は。 でこれはもう常に共存してまして、まあ、いっぱいあるんですけど、その中の1つがまあ水疱瘡のあのウイルスなんですけどね、でもいつもいるんですけど、普段体帯状ほ疹を起こさないですね、それはなぜかというと、免疫、ね、システムがちゃんとそれを押さえつけてるからなんです。これが免疫力低下しますと、帯状ほう疹が出てくると。まあ、これはまあ1つね、特異的な例なんですけど、まあ、こういうような何か、やっぱり体に異変が、ね、出てきたら、やっぱりそれ休んだ方がいいですね。 あの神林さんはもう医師として免疫学の研究者としてあの今回の新型コロナのパンデミックを経験されたわけなんですけれどもその時にこう得られた教訓とかあとやはりここは心配だと新たに思われたことってありますかそそうでですすねね、まあ、一番ののの心配のじところはです、ね、やっぱりその 健康というもの、まあ、とあとウイルス、感染症、こういうものを政治利用しているということがちょっと僕,僕にはまあ理解ができないと、やっぱりこれは政治利用じゃなくて、本当に人類のためのことなんで、だからちゃんとした情報を伝えなきゃいけない、これぐらいの致死率、こういう方々がこういう資格を持っていると、これぐらいのリスクがありますということをちゃんと明白に、ねあのー、出せれば、もう出せることできるんですけど、出さないと。なので、あとです、ね、やっぱり一般の方はどの情報を信じていいかもわからないですよね。 もうこれがね、ねこれは嘘だって言ってるところからもう、もうエボラ、エボラみたいだって言ってる人からです、ね、こちら、誰を信用していいのかもわからないと、今後ね、対策どうすればいいかですね、そ,のそういう情報、をちゃんとした情報を提供するということですね。まあ、本当にだから、恐れすぎずお、恐れなさすぎずというね、まあ、ちょうどバランスのいいところで、ね、い,かいなきゃいけないんですね、本当にその合理的にもならなきゃいけないし、でまあ、もう一つですね、僕、懸念しているのは、ですねやっぱりワクチンについても、ちゃんとその情報を、 提供しなななくてはいけないいいけんじゃないかと思いますこのワクチンが、まあ、とりあえず打っとけというようなメディアとかですね、まあ、あと、まあ、その政府とかう促しているところもあるんですけどね。いや、ちょっとデータを渡さずにとりあえず打っとけじゃやっぱり信用がなくなりますよね。不信感はやっぱり持っちゃだめです。ワクチンってものすごい私たちにとって大切な、えー、武器なんですよ、感染症に対する。これを1つのワクチンで皆さんの不信感を、ね、抱いてしまっては、今後、 本当に大事なワクチンを打たなきゃいけないのに打ってもらえなくなっちゃいます。ちゃんとした情報で皆さんで考えて対応しましょうというふう,いう,ふうに行った方があの皆さんの不信感も取れて、まあ打つ人と打つし打たないし打,打たないしで本当にね打たなきゃいけない時はねこうしちゃんとこういうデータがあってこれをねあの打てばこうなるっていうふうに示せればみんな打つと思うんですよ。なるほど。今日も本当に忙しい中ありがとうございました。はい、ありがとうございました。